のフレンズたちがパルコに集合だって。もちろん新井さんだっているのだ。すっごい。あ、ボス、今まで見たことないのもあるよ。知らなかったのはサーバルだけなのだ。ひどいよ。新井さんも見たことないものばかりだけどね。なに？ようこそジャパリパルコへ。獣フレンズ吉田君でコンセプトデザイン展、みんな来てね。